割とこれを撮影しているのも10月15日の木曜日の夜です。昨日公開した動画の中で、防災訓練をしたよって話をしましたけれども、これについてですね、大学のホームページに載っています。ただし、えー、この雑談動画が公開されるのは、12月の10、なんだ、16、16、17、18、19かな 12月19日になるので、ホームページだと結構、なんていうのかな、もうね、2ヶ月前ぐらいになっちゃうんで、あれですけれども、ここ見てくれたら出てきますよってやつですね。えっ、ー、と、大学のホームページに、今日のキャンパスっていうですね、えー、月曜から金曜日の間は毎日、授業期間の月曜から金曜は毎日更新されている、学内のあちこちの写真をアップして一言つけている、まあ、企画があるんですよね。これね、あのー、 えっと、秋ガきになって再開されてね、あのー、なんていうかな、ちょっとした、こう、うん、豆知識みたいなのが載ってるんでね、あのー、特に1年生の皆さんは、大学の中のことまだ、ね、あのー、知らない方いらっしゃると思うのでね、まあ、見てもらうと面白いと思いますね。そして2年生以上の人であってもね、その風景としては見たことあるけれども、そこ、そういうことなんだ、みたいなね、結構いろいろあると思うんですよ。 で、まあ、今日あのー、今日っていうか、昨日の動画の中で、その防災基本訓練をやったっていう話をしましたけれども、その時にその、えー、単純に人を避難させるだけの訓練ではないんだよと。そのー、防火扉みたいなのもね、点、えー、典型するんだという話をしましたけれども、この大学ホームページにある今日のキャンパスの10月15日分を見てもらうとね、図書館の防火シャッターが開いてるときと閉まってるときとで全く風景が違うよね、 っていう写真が載っているんでね、これ見てください。いや、あの、防火シャッターが閉まってる図っていうのは、まあ、あちこちの防火シャッターについて見たことがあるんですけどね、あの、例えば中央棟とか、えーとね、天の定遊記念館の教室側とかね、キャリアセンターのところとかの防火扉とかが閉まってるの見たことあるんですけども、図書館の中の防火シャッターが閉まってる図って初めて見たな。 これだから僕もま、僕も生で見たことないですね。だからちょっと新鮮というか、あの、斬新な絵でしたけれども、ま、ぜひね、ちょっとそういうこともやってるんだよ、そういうページもあるよってんで見てほしいんですよね。そしてね、僕はちょっと食いついたのは、10月14日水曜日のこの今日のキャンパスの記事なんですけれども、この記事のね、情報について僕知らなかったです。 で、なんかね、その知らなかったんだけれども、そこを、この今日のキャンパスの10月14日分についの記事の、このフレーズというか説明文についてね、あのー、昨日取材を、学内のね、ベテランと言われてる人たちを片っ端から捕まえてね、取材をしているね、担当者がいたのでね、ま、ああの、今日の、えー、昨日の時点で今日のキャンパスってコーナーにね、そういう内容の文章がアップされるっていうことは僕知ってたんですよ。 なんだけども、いや、これは知らなかったなあの、中央島と図書館を結ぶ中庭の通路がですね、石畳なんですけれども、その石畳になっている石畳の石というか敷石っていうのかな。これがもともと都電で使われていた敷石であると。都電ってわかりますかねえー、まあ、特に東京以外の方だとね、都電って言われて全然ピンとこないと思いますけれども、東京都内にですね、いわゆるチン,チン電車、 まあ正確に言うと都電ですよ。都電は正確に言い,方言い方じゃねえな。まあいいや。まあちん電車走っているんですよ。で、どこ走ってるのって言われて、東京都民でも知らない人いると思うんですけれども、都電の中で荒川線という路線だけがですね、今現存する唯一の 路線なんですよね昔はもっとたくさんの、えー、ちん電車が東京都内をあちこち走ってたんですけれども、そのほとんどが、まあ、バスに置き換えられたわけだね。そのバスであるとか、まあ、あるいは一部は地下鉄に置き換えられたわけですけれども、唯一残ったのが荒川線なんですよ。その荒川線以外の路線は廃止になったわけですが、その廃止になった都電で使われていた、えー、敷石っていうのかなそれを、それで、まあ、いらなくなったものを払い下げてもらったらしいんですね。昭和43年あて。 まあそんなわけで、まあ大学は昔からその資源の再利用に、まあ環境保護,保護っていうのかな、まあ貢献してますっていう感じの記事なんですけれども。いや、これ知らなかったんですね。この今日のキャンパスのネタとしてね、僕実はいくつか提供したのがあるんですよ。このまあ担当者の人と僕はまあ結構仲良くさせてもらったりしてるね。そんなわけでこうネタをこう、まあ僕も提供していたりとか、一時期こう、 あるところのツイッター、あるツイッターのアカウントでね、学内の風景を毎日写、まあ、学内の風景写真っていうのかなを毎日投稿する企画が9月ぐらいだっけやってたんですけどね。あれ結構僕ネタを出してましたけれども。まあ、そんなこともあって、まあ、僕がその大学ホームページの写真を撮ったりしたっていうのもあってね。まあ、結構ネタは持ってる方だけれども、僕でも知らないこともあったので、まあ、ちょっと大学通っていうの 大学のマニアになるにはですね、この今日のキャンパスっていうところがおすすめですので、ぜひですね、見ていただければと思います。ちなみにこれにどうやってアクセスするかっていうことだけ言っときましょうか。これトップページから行けるはいけるよね。トップページから行けるはいけるけれど、どうやって行ったらいいんだろう。トップページのところに今日のキャンパスってありますけれども、それ以外で言うと、学生生活、 えー、ここにあるかなあ、違うな。ちょっと待ってね。ごめん。これ調べとけばよかったな。こっちかこっちからいけるこっちからいけるこっちからいけるいけない。いけない。あ、これ一発でいけないんだ。ははー。これはちょっと改善の余地がありますね。例えばですね。ごめん。これはじゃあ別の話ですわ。大学のホームページのトップ 一番上黒いところに学生生活っていう、まあ、メニューがあるんですよね。で、それをクリックしてもらって、えー、っと、その中の、どこ行こうかなどうやって行こうかなその中の、学時日程じゃ見れないんだよね。ごめん、これグダグダだな。この部分グダグダだな。早回しする 学生生活。あ、わかった。学生生活。学生生活。今日のキャンパス。ごめんね。この部分。あの、あれだな。大学のトップページで一番上にある黒いメニューとかね。これグローバルメニューって言いますけど、グローバルメニューの学生生活をクリックする。で、下の方にスクロールして、もう一回学生生活っていうメニューがあるから、学生生活をクリックする。で、そこちょっと下にクリックしたところに今日のキャンパスってのがありますからね。ここをぜひ覗いてみてください。 今渡したのは10月分ですね。のページを開いてもらうと出てくる記事です。ほんじゃまた。